今日は里芋と砂肝、鶏ももの炒め物作ります。今日はごま油使います。里芋は冷凍です。次は水を1カップ入れます。よいしょ。そうしましたら次こんにゃくなんですけど、切るのめんどくさいんで手切りで入れます。こんにゃくの手切りって初めてだな。切れない。そりゃそうだよな。一応めんどくせえからアク抜き買ってきました。いいや、もうでかくてもめんどくせえから。ダメだ、こんにゃくがトゥルンってなる。こんにゃく手切り終わったんでちょっと蓋します。で次は仕込んだ砂肝と鶏もも入れます。よっと、うわ、砂肝ちゃんがで、こっからなんですよね。次は醤油、いつかね。みりん、料理酒、ちょっとこれで一回煮込みます。ちょっと味見してみます。初めて作るんでこの煮物は。全体的に薄いな。5分ぐらい経ったので今ちょっと味見します。バッチリできた。ちょっと量が多いんで今日はボウルに開けます。いいね。よいしょ。よいしょ。鶏の旨味が出てますからね。完成でーす。里芋と砂肝と鶏ももとこんにゃくの煮物です。ではいただきます。